ラジオです。ということで今日もやっていくんですけどね、今日もね、生マルチやっていきたいと思います。で、今日48位からね、マルチね、ちょっと下がっちゃって、昨日ね、63までいって、100ぐらい落ちちゃったんですけど、まあ、これでもね、ちょっと戻したんですよね。一時期ね、7100ぐらい戻してね、まあ、切れそうだった。けど、まあ、ってことでね、48位まで戻したので、そこからね、マルチをね、数戦やっていきたいと思います。今ね、ちょっとね、環境変わりつつありって感じなんでね、結構いろいろいます。はい、ってことで、いきたいと思います。よいしょー、まあ、多分ね、48位だったらそう、1分、見てください、ほら。待ち時間1分なんですよ。ってことは、30秒もね、経たずにマッチングすると思うので、皆さんね、待ち時間もね、少なく済みました。ありがとうございます。はい、ってことで、今ね、夜の11時半なんですよ。ぴったり。なので、この動画上がってるの俺の予想は、1時前だな。遅すぎだな。さすがに。遅すぎでごめんなさいなんですけどね、俺にもね、言い訳をさせてほしい。んですけど、言い訳をしてみると、ちょっと今日ね、聞いて、みんなで練習終わった後に、リフレッシュするか、つって卓球やってたんですよ。みんなで。その後に、点ごととかね、ちょっと甘えて帰っていったんですけど、俺はね、やっぱちょっと走らなきゃと思って、今日ね、2キロぐらい、マッチングした。2キロぐらいに走ったんですよ。まあ、疲れた。もうね、学生の頃さ、2キロとか行ったらさ、正直余裕だったじゃないですか。しかもペースも自分で決められる。まあ、そこそこ頑張って、俺なりに頑張ったペースでね、走ったんですけどね、まあ、疲れたね。なんでそれさ、なんでファイスピ優秀スキーはい。ということでね、序盤500くらい食らって、ぶち切れそうなんですけど、とりあえず許してやるかって感じで、白毛、違う。キョスケはい。ベルーンですね。ベルーンな顔をしているので、トリキニアを出してあげて、いや、これさーって感じなんですよ。もう俺にはしてみれば。はい。しゃあなしですね。でも次からは、もう俺バルーンに対しての立ち回りね、これ皆さんね、多分ね、画面越し、うまって言っちゃう。多分。オーブをね、まずこの位置に立てます。でそうすると、逆サイバルーンが釣れないって思うでしょ？この位置に立てると、バルーン、統制位置、この位置に出されたバルーンも釣れるんですよ。だから、で、こっちのバルーンどうすんのって思った人いると思います。甘い。甘すぎる。甘すぎます。ってことでですね、こっちに出されたバルーンもね、チョロキューでいけるんで。で、これベビドラとかをね、ここに出してあげるとね、ルート強制になるものがね、完成するんですよね。だから、いや、ちょっときつい。よいしょ。でーんと。まあ、とりあえずね、序盤は防衛ライトでいいんですよ。それ攻撃に打てなくねって今思った人。甘いです。で、これ多分ディガーが来て、これをベビーラッシャーなしで受けて、ちょっとダメージ食らっちゃうんですけど、よいしょ。まあ、オーブンを立てて、まあ、美味しい。ベチクソ美味しいですね、これは。って感じで、で、メガゴかベビドラは絶対温存しなきゃいけないですね。なぜなら空ユニットでルート強制をするので、はい。なので、絶対に、これやばい。あ、大丈夫だった。やばい、それにと焦って出しちゃった。で、この位置に出すと、ルート強制されて、このバルーンが寄るんですよ、ここに。で、そうやってカウンターですね。で、ここに何かしらトリトンが来るので、はい、カモル。よいしょ。はい、今皆さん、言いましたね。うまって。そういうことなんです。うまいんです。で、ルート強制。これ一回成功させると、今みたいに2000ぐらいダメージ与えることができるんですね。で、トリトン、真ん中トリトン読みで、攻撃のトリトンを出すときは、絶対に端っこに出しましょうって感じですね。やべ、ミスった。サイク。やべ、これ雪打たれたら終わるので、やべ、こういうところから崩れていくんですよ、日常が。最悪だ、マジで。やべえ。ガチでやべえ。やべ。いやーもう最悪だ、マジで最悪。マジで最悪だ、本当に。あ、ごめんなさい、皆さん。土下座して。ベビドラの1マス間違えた、最悪だ、マジで。本当に最悪。1マスね、外側に出しちゃったんですけど、あれをちゃんとした位置に出してれば、あれもね、バルーンに寄ってて、そっからのハードカウンターでね、GG ゲーミングだったんですけど、最悪だー。オーブンも立ってたのに。マルチ。これがマルチ。そう。なので、バルーンに対しての、立ち回りはね、あれで完全に合っているので、覚えていてください。で、あれで、あの位置に出すときに一番警戒するものがマスケなんですね。マスケが入っているバルーンに関してあの位置に出すと、マスケ、確かこの人もね、パルチバルーンだった気がするんで、ね、マスケに、ぶち抜かれるので、あの位置は。なので、マスケがいるときは、先出しトリトンとか先出しスケとかでね、警戒してあげるとね、よきよきザウルスなのかなと思います。よいしょ。これはスルーして、よいしょ。これ多分バルーンが来ると思うので、この寄せてあげます。はい。はいって感じで、寄せちゃう。で、俺は、こうする。OK。で、こうやってね、トリトンとか出してあげると、まあ、こういうユニット1枚引き出せるという感じで、エッチエッチな展開になっております。よいしょ。で、あとはね、大きいユニットがパルチだけなので、DA って感じなので、とりあえず、これはでも、多分ザップとかでね、防衛される、ザップを切ったということは、スケア HP もなく、スケがあるのか。なるほど。よいしょ。その位置に出されたらいかないのもしかして。そんなことある。俺が知ってる情報と違うんだけど。嘘でしょ嘘ちゃん。よいしょ。バカ食らった。なんでバルーンってあの位置でいけるんじゃないの？あれ？で、ルート矯正の位置は違うのかな？待って、俺の知ってる情報と、あれ？待って、あの位置もいけるはずだぞ。どう考えても。ってことは、ISP いた。待って。あれれ、おかしいぞってなってるので、ちょっと待ってね。シンキングタイムが必要。そんなことあります？ここに来て。はい。まあ。これのカウンターでさすがに1本折れると思うんですけどね。OK。さて。ラッシュ。8枚ラッシュして。よいしょ。なんでなあ、負けた。ちょっと待って。審議が必要。あれ？待って。これさ、ルート矯正されてなかったのかな、あのバルーンって。それか、ワンチャン、ルート矯正されたバルーンには、ルート矯正の位置にベビダラとかを出し、されてないバルーンには、されてない位置に出さなきゃいけないのかもしれないですね。まあ、ここはいいとして、次のバルーン。ここら辺に来た気がするんだよな、バルーンが。メガゴ出して、スケ出してバルーンが来た気がしたんだが、来てない。次ですね。ちょっと待ってね。次ですね。いや、いけてる。ちょ、待って。俺が出すのが遅かったんか。なんで。ちょっと待って。謎。待ってよ。なぜ ?Why? ベビドラじゃないとダメ。いやでもベビドラだったよな、あれ。出すのが遅かったのかなって感じ。一番すぐらい後ろから出されたんかな、あれ。もしかして。そんなことない。なぜーわからない。やばい。これ一番良くない。あのね、学びに来た。ごめんなさい。いや、待って、嘘でしょ。なんで釣れないのあれ。しかも2連続でバルーンに負けたし、勝てるとか言って。カリカリするわ。マジ。これ全部エレキにしてやろうかなと思うわ。エレキ雪玉にしてやろうか。もう好きをエレキにして、このウッドを雪玉にしてやろうか思うわ。本当に。一枚狭くなっちゃったし、バルーン警戒して。縦線のところはラバー。ラバーの線が厚いか、ワンチャンロイですね。これロイかなワンチャン。よいしょ。ロイの線が厚めではあるが、まあ、とりあえず、一旦ステーキ・ジョーンズですね。はい。これはね、ラバーヒアウンドなので、ここで来なかった場合に、オイピオ。圧倒的オイピオ。まあ、ウッドだけで許してやるかって感じではあるけど、正直な。うわ、出た、これあれだ。今流行ってる、トリトン、今日紹介しよう。え、違う待って違うんだけど。ドラドラババじゃい。ってことは、スケラっぽい顔もしかして。スケラっぽい顔してるんだよな、でもってことは。ですよね。ってことは、逆サイに持っていき、やばい。頼むから早く出る。ガシャーンガシャーンって感じ。もうきつい。なんでだよ。おかしいでしょ。待って。で、今インドラ咲いたので、ババがあるんですよ。本当だったらインドラ咲いたのがここで始まり、行きたいんですけど、ババがおるんじゃが。まあ、しゃーなしっすね。でもこのオーブン。出すしかないもんな。やべえ。これ1本交換するしかないですね、正直。最低限の、全然交換できてないのがじわる。でも一発もファイブ当たってないので、これ、ラッシュでいけますね。やばい。まあ、ギリギリは抑えられてる。オッケーだけど、これあれだわ。テンからの、来る。やばい。あはっなんでこんなのが来るのババちゃん。このデッキね、聞いてみんな。皆さん聞いてください。ババとクローンがきついんですよ、このデッキ。なぜなら、ファイボがないのと、エレキがいてもそもそもクローンがきついんですけど、雪玉とかがないんでね、クローンがきついんですよ、若干じゃない。暴れるほどきついんですけど。ババがね、マジ許せねえんじゃん。だからババ相手には、オーブン2個とかを立てて、今のジャイスキャラとかをね、イモリ散らかしてから、カウンターでね、ポンって3体ぐらいユニットを、ベビー、メガゴ、トリトンとか3体ぐらいユニット溜まった時に、ポン、端前持ってって、ウッドでもうゴリ押して持ってくしかないんですよ。ちょっとこれ勝てるまで終われねえぞ、マジで。腹立つーオッケーメン。とりあえず、やばーい。腹立つわー、マジで。待って。これあれやん。ババが入ってます、確定で。やべえ。環境変わったかさては、昨日とは違うぞ、ちょっと。馬場が入ってますね、この。運が悪かったらインドラも入ってます。このデッキ、インドラも若干きつい。なぜなら、インドラに勝てるカードがね。あ、でも大丈夫だ。これ、あれだわ。これ大丈夫なやつだ。これ大丈夫なやつなので、はい。馬場だな。次のタイミングで、ここでオーブンが出てくるので、馬場とオーブンで勝利するしかない、正直。やべ、これ打っていらんなぁ。頼むから手をつけないでお願いします。きたー、取ったー。なので、ジャイ5をウッドザップアイスウィズマスケサンガゴアイスウィズババジャイじゃねえしジャイじゃねえじゃがっつってね、岡山弁が映っちゃったんですけど、でも相手エリ使いすぎ案件じゃない、エリ使いすぎ案件じゃがこれババ出せないでしょ、相手ババ出せるじゃが2倍タイムなんでね、それは出せますよねって俺も言おうとしたんだけど、出せるじゃが。やべえぞ。やばい、待ってお願いだから4連敗だけはやめてくれ、本当にお願い、マジでお願い、本当に。やめてくれやす。やめておくれやす。なんでやねん、マジでおかしいでしょ。なんでババが来んの、本当に。やめてくれじゃが。ロイジャガーがきつい、マジで。次はもうトルコのダサンジャガーマジで。ザマージャガー。よいしょ。やりすぎ、お前らやりすぎ。これさ、ワンキャッチ繋げてくるんじゃが。やばい。全然面白くねえし。しかも、ジャガバカみたいに面白くねえし。ちょっと待って、これライトニング打てばよかった。これさ、空ないから、あっち勝ったんだよな、ライトニング打ってれば。あっち勝ったんじゃが。いい、トリキニアがいい。いい味出てる。これね、空マウントするしかないですね。相手マスケ出しちゃったので、DA って感じですね。終わる。俺の夏が終わる。マジでやめて。来た。来た待って調子こいたマジで調子こいた。ベビドラに遅延かけてもらって、これいいんだ、こいつ当てなくていい。これね、ババとガゴの飛来心があるんですよ。なので、ここでガゴの飛来心の次にババの飛来心が来るんで、待ちます、一回。あ、もう、橋前ロイ行っちゃうから。俺クラスになってくると。で、ここで橋前ロイ、どうしようと相手がなってる時に、後ろ側に、ありがとうさいってことでね、まあ真摯に対応していったんですけど、今日はねこんな感じでね、終わりたいと思います。まあちょっとね3連敗いたい、正直ボツにするか迷った。聞いてください。皆さん若干感じたかもしれないんですけど、2戦目の後ろあたりに2戦目終わったあたりにこれどうするみたいなテンションがちょっとだけ流れてるので、YouTuber あるあるをね感じてもらえたらね、そこら辺でリアルを感じてもらえたら、幸いでございます。ということで、今日はねちょっと鬼みてえなマッチングだな、マジでえぐい。ちょっとババ多い、ババ増えすぎって感じなんですけど、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。48位から始まって今99位、まあまあ安牌ということで、今日の辺で終わります。またね、毎日投稿頑張っていきたいと思ってますので、ね、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いということで今日はこの辺で終わります。バイバイ。